フォレスト出版チャンネルパーソナリティの渡部陽平です。昨日に引き続いて今日も新井さんにお越しいただいて、D2C サブスク、奥深い話していっていただきたいと思います。では森上さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。昨日はですね、まあ、新井さんのウェールズ大学 MBA の取得も初めてですね、まあ、北京の、留学中の企業の成功だったりとか、炭酸シャンプー、しかも社員一人で、その商品一本で、年商10億円の成功について、いろいろ、詳しくお聞きしましたので、まだお聞きになられてない方は、昨日の放送をチェックしてみてください。本日は、新井さんが炭酸シャンプー販売の成功を導いて体系化したビジネスモデル、昨日の放送でも何回かお伝えしているんですが、サブスク×D2C×単品リピート通販についていろいろ深くお話がお聞きできればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、改めて、サブスク×D2C×単品リピート通販、これの概要を簡単に解説していただけますでしょうか。ですね、まあ、一般的に言われる、この単品リピート通販っていうモデルなんですけれども、これは定期、サブスクっていう安定して、こう、毎月、商品をお届けするというモデル。それにさらに D2C といって、お客さんに直接お届けするということで、間に何も通らないので、利益率が高いと。あとは、お客さんと直接おつなぎ、まあ、してるところで、意見っていうのを吸い上げやすいというのがポイントになります。それなので常に求めてるものを、まあ、随時提供できるというモデルで、さらに、まあ、双方としてファンを作ってこう増やしていくような、モデルになるので、安定性がものすごい高いと言われているようなビジネスモデルになります。ありがとうございます。これあれですよね、まあ、昨日の放送を聞いていただいた方は分かるかと思うんですけど、炭酸シャンプーもいろいろその D2C のそのことによって、直接その消費者の方の意見を聞いて、商品開発で改良していくっていうことが、もちろん可能です。ですね、はい、そうですね。化粧品であったりとか、まあ、例えば、なんかいろんな、僕いろんな商材他にも、まあ、炭酸シャンプー以外にもやってますけれども、そうするとその、はい、例えばサプリであれば味がどうこう、例えば味をこうしてほしい、香りをこうしてほしい、うん、同じく美容液であればこの香りをこうしてほしい、無添加で全部やってほしいとか、いろんな意見で、それが多いということであれば改良してっていう形ですね。はい。なるほど。いや、これ本当にサブスクってどちらかというと、やっぱりその中小零細個人事業主だとできるってイメージがないのが多分一般的に。はい、そうですね。多いと思うんですけれども。これはできるもんなんですか？あ、できますね。で、これって規模が、もちろん資金力があればあるだけ、この成功の速さは速いんですけれども、はい、まあ、無理ない形で始めてもですね、どんどん大きくしていくことはできます。なるほどね。はい。これ、イニシャルコスト的なところだと、ざっくりいくらぐらい、やっぱり資金があった方がいい。まあ、その、例えばこれ、化粧品とかもそうですけれども、例えばそれをシールで対応してテスト販売からスタートするのかとか、もう既存である程度形があるものでやるという、うん、もうその印刷しちゃうってなるとどうしても、容器を印刷したりとか、オリジナルの型で作り出したりとか、こだわり出しちゃうといくらでもお金かかっちゃうんですけれども、それを例えば既存のパウチで、もう中だけ OEM をして少ない小ロットで始めるということであれば、まあ、500万円くらいからはできるんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあつまりあれですね、商品開発も、まあ、これはまあ、青天井ではあるにせよ、はい、それこそ本当にある程度規制のもので中身だけはちゃんとしっかりしてるのを、そうですね。やれば、はい、自分の専門のなんていうのかな、知識がなくても、はい、OEM の会社と一緒に、そうです、そうです。そこでコミュニケーションを取って、やって開発できれば、そうですね。ということですね。できるだから、商品開発が、まあ、この本の中にも書いてるんですけど、商品開発が大体 90% ぐらいのウェイトを占めてると思います。なるほど。で、売れるような形だけ作ってしまえば、あとは、このまあ、ビジネスモデル、まあ、これ細かく、本の中でも書いてますけれども、商品が売れてから、商品の発注がありました。それでお客さんから入金を受け取りました。それでその後に売れた報酬を支払うという、まあ、モデルになるので、まあ、リスクが低いというか、例えばじゃあ、
テレビの CM 打って何千万かけたけど、一件も取れませんでしたっていうパターンではないんですね。なるほど、なるほど。で、例えば1件、2件という形で、例えば100件とか、取ってもらって、それで、そうするといくらぐらい買ってくれて、いくらぐらい継続をしていくかっていうところ、これを、ちゃんと取ってですね、そうすると、数字が分かった状態での投資になるので、あとはもう、銀行、金融機関も含めて、これだけ説明しやすいというか、これだけあればこれだけ取れると。だから、最近のニュースでも、D2C 系だと、資金調達10億円しましたとか、結構出てるんですね。5億円単位で借りてるとか、どっからか外部の資本が入る。それはもう読めるから、数字が1件取ったら何千儲かるっていうの、例えば何万円儲かるっていうことであれば、だったらお金出しますよっていうところがたくさん出てきてるっていうのが、数字が見やすいので、安定というよりは、心の、安定がやっぱり違うっていうのですかね。なるほどね。これだから、それこそその商品開発がめちゃめちゃ 90% 大事だっていうのは、はい、唯一無二のものを、まあ開発、消耗品を開発するっていうことが一番のポイント。まあポイント、まあそうですね。商品がいいっていうのはもう今、普通にどこ、今、当たり前でもう売れ、それはもうみんないいんですよ。だからその差別化の切り口であったりとか、売りやすいというかですね、結局販売してくれるところが、まあ自分のところでもある程度やるんですけど、これ仕組み化しようと思ったら、他社にいろいろ売ってもらわなきゃ、販売の代理店なんかにたくさん、売ってもらわなきゃいけないので、その売りやすい商品を最初から、まあ提案すると。その素材とか、売りやすいための、要するに広告の、まあなんていうんですかね、反則物みたいなイメージで、それをたくさん、例えば素材で、こういう方が言ってますよとか、こういう、エビデンスがありますよみたいのを準備きちんとして、まあ、売りやすい。要するに何もなくて売ってこいっていうのは無理だと思いますけど、それがきちんとこういう、論理だってこういうふうになると売りやすいというよりは効果がありますよみたいのをきちんと伝えられるような資料、まあ、商品ページと、即販物を作って提供するっていう、売る側にですね、この営業資料で取ってきてくださいっていうようなものを作ってあげると。なるほど、なるほど、はい。これだからあれですね、まあ、商品開発も別に専門知識がなくても、ちゃんとその専門の OEM と、の会社と組んでやり、はい、で、マーケティングはマーケティングの専門の会社と組み、はい、そうですね。全部そういうことですよね。全部そうです。全部、だから一人でできるわけですよね。そうですね。そういう形です。なるほど。やっぱプロに任せた方がいいですよね。はい。なるほどね。変に自分で勝手にやっちゃうよりもね。そうですね。その部分は。だから職人気質の人ってなかなかうまくいかないって言われてる。例えば美容師さんなんかだとシャンプーだとこれが売れるんだみたいな。はい、はい。これがいいんだみたいな人たちはやっぱうまくいかないですね。なるほどね。うまく人っていうのは、行く人っていうのはいい意味でこの市場に合わせて。そうですね。変化してる、変化に合わせてこう全部移れるというのは強みかなと思いますけど。なるほどね。だからこれあれですよね。変な話、もうしっかりその作るノウハウをもう本当に消費開発ができる環境にある中小零細企業さんは、まず新規事業としてこのビジネスモデルをうまく使って、はい。まあこれ、まあもしかしたら新井さんのライバルが増えちゃうのかもしれないですけど。はいはい。それやるべきですよね。そうですね。で、先ほどライバル増えちゃった話出たんですけど、これ、はいはい、そういう単位の市場じゃないんですよ。もう、もう何兆円の市場規模あるので、それでしかもそれが伸びてる最中なので、何億何億っていうのが増えたところでですね、そんなに業界全体が盛り上がっていけばいいかなっていうのは思いますね。むしろね、はい、そこはもう新井さんはいい意味で、仲間が増えるのがいいというか、ね。そうですね、はい。で、コールセンターなんかとか、うちの方でも、その、なんて言うんだろう、そのやるための環境っていうのを提供することもできるので。はい。はい、はい、はい。これそう、僕、ご本の中で、触れてる中で僕一番びっくりしたのが、はい、コールセンターってめちゃめちゃ重要なんですね、このビジネスモデルの。あ、そうですね。結局、なんだろう。コールセンターって、まあ、電話をですね、早く切った方がもちろん儲かるんですよ。まあ、1本あたりいくらなので、うん、ありがとうございました。じゃあ、例えば解約ですねって言ったら解約で、うん、もう、じゃあ、わかりました。解約しときます。ポンって切ってしまえば、それでもらえるお金同じなんですけれども、はい、専門のちゃんとコールセンターっていうのがあって、例えばそれを解約の理由を聞いて、例えばどういうところが合わなかったですかとか、例えばもう、
量が例えば多いとか、なんかいろんなことあると思うんですけれども、それを全部ヒアリングして、それデータで取って何パーセントのこの多いところを改善していくっていう作業を繰り返していくってなると、データを集めるための重要なあのツールというか、必ず必要なところ、それってウェブだったらできないし、自分でそこを解約するのが理由を書いてくれっていうと、適当に選んでピッてやって終わりなので、確かに。正しいデータが取れてるかどうかっていうのもわからないですし、温度感だったりとか、そのお客さんと話してのやっぱり対面で話すと、全然違うのかなと。生の声っていうのが聞けますので。いや、これね、僕何がびっくりしたかって、二つあって、一つは、これコールセンターの選び方ってめちゃめちゃ重要だなっていうのは、はい、つまりコールセンターを変えただけで140倍売れたっていう。あ、まあ140とか、まああれですね、売上で言うと、利益で言うと大体それぐらい手元に残るのが全然違うってことですね。そういうことですね。いや、僕、はい、これがまずびっくりしたのと、あと、これはビジネスモデルとしては、めちゃめちゃその、いわゆるもしかしたらその AI とかも使いながらうまくやって、通販使って、はい、ネット使ってっていう、なのに、そういうビジネスモデルなのに、一番すごい大事にしてるところが、そのアナログの部分。そうですね。はい。そう、だからね、これってめちゃめちゃ、これこのビジネスって、このビジネスモデルって、めちゃめちゃ最先端なその技術を使ってやってるにもかかわらず、はい、めちゃめちゃアナログっていうところの部分、商売の基本というか、ね、そうですね、商売の。そう、声を聞いて。そうですね。うん、まあ、大体そのなんかクレームになるのも、大体どのビジネスもそうだと思うんですけど、やっぱり顧客対応のところだと思うんですよ。ホテルで、5つ星ホテルでサービス悪いわけないのに、1つける人とかもいますけど、それってなんか店員さんというかそこのスタッフさんにこんなことされたとか、少しのことでもうクレームになっちゃう。まあ、そのあたりなのかなと思いますね。だから、一番大事なのはそこで、そこがしっかりしてると、やっぱり今そういうところを、ただメールで送るとか、メールマガジンでただサポートするだけってよりは、うん、こちらからアクションをチーム取ったりとか、うん、その使い方の、解説をしてくれるような動画をちゃんと用意して、うん、さらにそれに対する質問っていうのを受けて、うん、そうすると分かりにくかったらその動画自体もさらに改良もできますし、うん、はい。いや、やっぱその違いですよね。まあ、あとよく言われる、その D2C の中でもよくビジネスモデルでよく、まあ、今回のビジネスモデルでも言われてることですけど、はい、新規のお客と既存のお客様、はい、新規を取るよりも、既存のお客様をリピートさせる方が、5倍コストが、まあ、はい、違うと。はい、つまり、新規を取るには、既存の5倍のコストがかかるってことですね。そうですね。新規の方が取りにくいので、それの、うん、なんだろう、既存のお客さんに別の商品、まあ好きになってくれてる方に別の商品を提案すると、まあ買ってくれる確率でも、新規で全く何も買ってくれてない人よりも高いのもそうですけれども、うん、なんだろうな、ファンを作っていくようなビジネスだっていうイメージだと思いますね。はい、いや、本当そうですよね。はい、だから昔の江戸時代でいうあの台帳ってあったじゃないですか。そうですね。はい。まさにその台帳をどれだけ大事にしていくか。はい。うん、それまあ、それがまあ多分顧客リストだと思うんですけど、はい、で、例えばそれがアマゾンさんとか楽天さんのようなあのプラットフォーマーを使ったビジネスだと、はい、そのデータが入ってこないから、はい。D2C がいいよっていう話、ね、そうですね。買った方が何歳かも分からなければ、そういうのを全部取れるっていうのが、うん、何県のどこどこの人が何時に買ってる。そうすると、広告の出すタイミングであったり、どの広告から入ってくる人が、結局、一人当たりいっぱい買ってくれてるのかっていうのもあるんですよ。広告 ABC ってあったら、うん、まあ、A から入ってきた人、ここの入り口の人の方がいっぱい買ってくれてると。そしたらそこを最適化して強くしていくとか。うん、それって、楽天アマゾンとかじゃできないので。うんうん。なるほどね。利益が手元に残りやすいと。だって手数料ももちろん取られませんから。はい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 、はい。まあそこをうまく併用していくのが一番やり方としてうまいよねっていう話ですよね。そうですね。もちろんアマゾン楽天を無視するわけじゃなくて、やっぱりこうやって広告を出すと大体 5% ぐらいは、例えば売上1億円ぐらい、うん、まああれば月商で、そうすると数百万円はもう、定価で買ってくれる、アマゾン、楽天で定価で買ってくれる人なんかもいるので、それもそれで、
結構な売り上げにやっぱりなりますから、それあくまで補助で使ってるだけですね。なるほどね。メインはやっぱり D2C で。そうですね。はい。できるだけデータを取ってるっていうことですね。そうですね。いや、これ、やっぱりね、そう、それこそ本当にそこの部分も本当商売の原点だなっていう、改めて思いますよね。はい。その顧客台帳、そこのリピーターをどれだけ増やしていくか。はい、いや、本当にね、このビジネスって本当に一番最先端のような、話なんですけど、めちゃめちゃアナログを大事にしてるっていう。うん、そうですね。魅力的なあのビジネスだなって改めて思いました。はい、必要な時に、必要なものを、はい、必要なだけ届ける。そうですね。うん。その3つのステップですよね。これをもう徹底的にやっていくっていうのが、この、そうです。サブスクかける D2C かける単品ビジ、はい、リピートビジネスですね。はい。通販ね。いや、本当そういった意味で、今回、いろいろ、渡部さん、これ、今回の新刊、新井さんのご本では、こういったサブスクかける D2C かける単品、リピート、通販、はい。うん、この、ビジネスについて、いろいろその、細かいところまで結構アドバイスしていただいているので、はい。これはぜひ、あれですよね、もうちょっと興味があったら、ちょっとぜひ一回読んでいただいたりとか、新井さんに相談して、いただきたいですよね。そうですね。なんだろう。本当にゼロからでも、なんか、今逆に売り上げがある程度あっても、コロナで結構一気に売り上げなくなっちゃったって人やっぱ多いと思うので、そうするとやっぱ経営、これからまたそういうのが起きないとも限らないですし、で、今回こういったことが起きて、やっぱ路頭いろいろリストラされちゃったりとか、まあ、多分業績が一気に赤字になっちゃったりとか、はい、まあ、本当にリアルな店舗だともうお店閉めちゃったりとか、今まで何十年ってやってたところを閉めちゃうとか、まあ、これいろんなあったと思うんですけど、これがやっぱりストックのビジネスを一本持っておくと、やっぱ従業員とかも守れるし、まあ、そういった会社の安定の読めるビジネスっていうのを一本柱として作っておくのは、いいんじゃないかなと思いますね。そうですよね。まあそこをまあできるだけリスク最小限でやる方法っていうのもね、はい、書かれてますしね。はい。そうなんですね。これそう、いや、これ変な話、その、新井さんが別に自分だけが儲けたいとかなとかっていうことではなくてですね、はい、ご本の中で最終章の終章でお書きになられている、はい、僕、文章というか、テーマが、はい、めちゃめちゃ感動したんですけど、はい、この、まあ、自社ブランドで豊かになる人を増やしたいということで、はい、結構いろいろ、その思いというかね、はい、その少しでも、そういったそのビジネスでちょっともしかしたら、こういったコロナ禍で失敗しちゃった人をね、少しでも救いたいとかっていうその思いがすごい、込められている、内容になってるなっていう、本当に改めて思いましたね、これ。はい。これあれですかね、 D2C って、このビジネスモデルって、それこそ北京でも通用したように、はい、これ海外でやっぱり通用しますかね、まあ、これ。物を届けるっていうことに関してなんですけど、物を届けるってなると、うん、例えばそのインフラであったりとか、例えば今もう全部自動化なんですよ。その CSV を出力して、ただこのもう倉庫の方で戻すだけで、もう何することもなく一個一個発送しなくても、もうそういう仕組みができているって。で、これが他の国だとまだ、整ってなかったりしますけれども、これから多分追いついてくるっていう、まあ、定期でお届けっていう、その文化っていうんですかね。まあ、これが今、サブスクっていうのは、まあ、動画であったりとか、それはもう当たり前になってきてるので、うん、その、定期でこう、物をお届けするっていうのだけではなくて、このサービスをお届けしたりとか、オンラインでこう、まあ、それも本に書かせてもらってますけど、会員制のなんかビジネスをしてもいいですし、はい、そういった形で継続でこう、お金をいただいて、逆にそれで安くできるというようなモデルっていうのは、これからもさらに伸びていくんじゃないかなと。これ世界中でですね。まあそうですよね。はい、直接課金という部分は、まあ DTC がそうですけど、はい、そういったものと、継続、そこのあたりっていうのは本当にそうですね。なってきますよね。そうです、そうです。はい。いや本当にだからそういう意味でね、なんか自分ごとじゃないサブスクとかね、D2C とかっていうのは別になんか自分ごとじゃないと思ってる、はい方にぜひ、これ、そうですね。興味をね、持っていただきたいですよね。そうですね。実際だって、新井さん一人でやっちゃったんですもんね。そうですね。一人でやってますね。はい。そうですよね。で、今はまあ、いろいろ大きくしてやられて、はい、その辺の部分の、今はね、コンサルティングとか入ってるんですか？そうですね。コンサルティングなんかもやってますね。はい。そのあたりね、ぜひ、はい、そういった形で、もし、興味のある方がいらっしゃいましたら、
こちらの本のですね、URL、貼っときますので、このチャプターにですね、それちょっと一回ご覧になっていただいて、で、またちょっとその興味があったらね、またその新井さんの方にご連絡っていう形でね、していただけたら、多分いろいろ新しいビジネスがいけると思いますよね。うん、そうですね。はい。はい。ぜひぜひお願いします。はい。渡辺さん、こんな感じなんですよ。はい、ありがとうございます。今までで一番喋らない放送になったと思うんですけど、僕もですね、非常に本の内容気になっておりまして、はい、必ずしもフォレストの本だからといって全部目を通すわけではないんですけども、この本は。通すわけじゃないんだ。通せないものなんだ。通せないものは数多いんですけど、これはもう読もうと心に決めました、今。ありがとうございます。ぜひ読んでみてください。はい。いや、もう、新井さん、本当にすみません。お忙しいとこ、本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、新井さん、2日間にわたりですね、本当に貴重なお話、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、本、サブスク D2C のすごい売り方、皆さん、チェックしてください。あ、じゃあ、すみません。新井さんに、最後に、この、フォレスト出版チャンネル、を聞いている皆さんにメッセージをいただきたいと思います。はい、このですね、本に関してなんですけど、まあ僕の方でですね、リスクが少なく始められて、まあかなり大きく、まあ月1億とか、まあそれぐらい目指せる、まあ年で10億くらい目指せるビジネスモデルっていうのを体系化する方法について書いてますので、まあ興味がある方はですね、ぜひ手に取ってですね、見ていただければなと思います。はい。ありがとうございます。それでは改めまして、新井さん、森江さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。この番組では、編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報など、リスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてください。またお会いしましょう。フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひ、ボイシーのフォレスト出版チャンネル、知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。